道の駅の雨晴れっていうのかな。すごいね、ここ線路だよ。しかも日本海が見渡せます。せっかくだからリバーサイド旅に泊まります。キッチン付きと洗濯とトイレと普通のお風呂です。はい、皆さんいるから、ちょっと床が滑るね。で、あと寝室がこっちにあります。おー、すごい。ルチェ、そこ怖いよ。レナ、こっち来て。ルちゃん、レナ、かわいいムーちゃんのレインコートを着てます。ルシャン、世界遺産菅沼合掌造り集落に来ました。菅沼みやちゃん、すごいね。チャボ、ここはなんか喫茶店なんだね。あ、大丈夫、引っ張んないで、みなちゃん。ねえ、そこドロドロだから入っちゃダメよ。ねえ、そこなんでそんなグイグイ行こうとするの。すごい、見て、洋服だった。
ここは、うわ、見て、河原もすごい。あ、ここが、あれか、お食事屋さんのとこだ。あ、エレベーターで行くと上に行くんだ。パッカッ。お土産屋さんばっかり。あそこすごいね。後で見よう。あれだよね。ん？いや、いや、終わってる。うん。はい、ユキンコルックでーす。レナちゃん待ってねー。14歳頑張ってます。9歳フラットちゃんも頑張ってます。紅葉とあれで雪の山でも最高じゃん、ね、すごい。エレベーターに乗って上から眺めます。これちょっと夜は怖いね。これはすごい。もうちょっと先に。やっぱあの集落がこっち向いてて、うわすごい。ここら辺かな。これ最高じゃない、このポイント。通ってから気をつけようね。しない、絶対こっちの方が近道。すごいね。でもさ、斜めで写真撮ったのよくない？バンコさん立たせて斜め越し、真正面よりも。ちょっとここ見たい。あ、そうだね。あ、そうだね、ママ。うん、こういうのか、すごい、かわいい。あ、鬼滅の刃がすごい。じゃあそうだよね、だって大正時代だからこういう家にいたことになるもんね、うん、これ全部あれで作ってるんだね、すごいね。
じゃあ高山に来ました。まずはお肉屋さんに行きます。あ、こんにちは。迷子になりそう。うん。ここ綿菓子屋さんだよ。すごい綿菓子屋さん。あ、いいよ、じゃあ。これ？いや、買ってくるわ。めくめく買ってくる。はい、ロース肉です。うまっ。ほんと？うん。よかった。今日のお宿はワンワンパラダイス高山です。ここは犬専用の宿泊施設です。結構スキー場の近くなので雪が、おおほほ雪。ここがドッグランです。で、あっちが露天風呂。結構寒いよ。手袋がいったな。やった、自由になった。ストレスマックスでしたから。レナシアン、ストレスマックスさんでした。手袋、手が冷えた。ミオちゃん、よかったね。ワンワンパラダイスだからね、パラダイスね。うん、寒いんじゃない。1、2、1、2、寒い。お部屋はこんな感じです。すごい。あ、気持ちいいかもしれない。よかったね。肩甲骨周りの。そうですね。肩甲骨周り、はい、に沿って、うん、はい、ちょっとね、手を滑らせてあげると。うん、血流も流しますし、はい、あの気、うん、あの気も流してくれるので、うん、はい、みやちゃん飲みすぎ。